船橋市では都心に近い立地を生かし都市農業が盛んに行われています。中でも枝豆と小松菜は味がよく高品質な船橋ブランドの野菜として各地に出荷されています。今週の船橋シティニュースは収穫の最盛期を迎えた西船橋産葉付き枝豆と船橋ブランド小松菜について特集でご紹介します。 JA 千葉統括が直営する農産物直売所船っ子畑、この日も開店から多くの人が集まっていました。なんかずしっとした感じですごく新鮮。生産者が直売しているので、なんか新鮮で安心だと思うんですけれども、地元の農家から朝採りの新鮮な野菜を仕入れている船っ子畑には旬を迎えた枝豆、小松菜のほかトマトや大根など船橋産の野菜がずらりと並んでいます。メインとしては都市農業になってまして、で一応うちのコンセプトとしてはやっぱり美味しくて安全なっていうところをメインでやってまして、決まった野菜だけではなくて本当にいろいろな野菜を皆さん、変わったものとかを出していただいているっていうところが今最近のうちの直売所でそこがすごい特徴的になってるかなっていうところがありますね。都市農業が盛んな船橋市、中でも西船橋産の枝豆は船橋ブランドのこだわり野菜として注目を集めています。みずみずしく粒ぞろいの西船橋産葉付き枝豆、根や葉がついたままの状態で出荷されるのは新鮮さの証です。しっかりとした甘みと実入りの良さから都内の一流料亭にも卸されるなど高い評価を得ています。朝5時半、船橋市神山町にあるビニールハウスでは枝豆の収穫作業が行われています。枝豆を栽培しているのは石井俊介さん。西船橋産葉付き枝豆は石井さんを含む西船橋枝豆研究会に所属する農家16軒が出荷しています。西船橋枝豆研究会のメンバーは全員エコファーマーに認証されており、環境に優しい農業に取り組んでいます。気になる今年の出来は、うちは今年はいいかなと思います。全体的にさやは大きくていいのができていると思います。栽培されているのはさや娘という品種。ハウス内の温度や湿度の管理はもちろん、水やりから日よけ、風通しなど高品質な枝豆を作るために多くの手間をかけて丹念に育てています。枝豆は全部気が抜けない。竹もないとダメですし、実もつかないとダメですし、なおかつ葉っぱも大事ですから、葉付き葉付きってやっぱり結構最近は言われますけど、本来はその形が枝豆と思って認識をしてもらってるとありがたいんですけどね。収穫した枝豆は自宅の作業場へ運び出荷準備を始めます。一つ一つが手作業のため、最盛期には家族総出で作業を行います。朝取って日が出る前ぐらいに取るのが理想なんですけども、それを取って家帰ってきてからも風を当たってしまうとしおれちゃうので、そういうことは気をつけてますね。あとは温度が高いとダメなので、よれこで管理とかそういうことをしてます。鞘の向きを揃え綺麗に束ねる丸くという昔ながらの手法、
職人技でもあり、それぞれの枝豆生産者で違ったこだわりを持っています。まあ、見た目を美しくまずはじゃないと今の消費者のニーズに合わないのかなっていうのは、身が詰まってじゃないですけど、それで美味しく見えると、そこがこだわりです。鮮度を保つために収穫はもちろん、洗浄から箱詰めに至るまでの作業に細心の注意が必要だと石井さんは話します。移動してる最中で崩れてしまうようだと、開けた時に買った人も嫌じゃないですか。なので崩れないように入れると。であとは市場の方と話してまして、枝豆は持ってったら向こうの人にすぐ冷蔵庫に入れてもらってます。平成20年にブランド化された西船橋産葉付き枝豆。田中育夫会長をはじめとする西船橋枝豆研究会のメンバーは定期的に意見交換をするなどして品質向上に努めています。基本的には2本残してて、飛んでると開くから、あとはパズルのようにこうやってちょっとずらしたりするから。枝豆って鮮度が大事で、どうしても古くなってくるとどんどん味が落ちてしまうもので、収穫したての方がやっぱり美味しいので、それをお客様に届けられたらという思いを込めて葉付き枝豆を作っております。我々農家が一生懸命作ってる枝豆です。皆さんぜひご賞味ください。この時期にしか味わえない西船橋産葉付き枝豆をぜひ味わってみてください。西船橋で生産される船橋ブランド野菜は枝豆のほかに小松菜もあります。続いては船橋ブランド小松菜をご紹介します。青々と育った船橋ブランド小松菜、シャキッとした歯ごたえと癖のなさでどんな料理にも合うのが特徴です。船橋市西船にある石井農園で小松菜を生産している石井正幸さん。高校生の時に農家になることを決意し、大学で農業を学びました。この辺り、本当すぐ畑の隣がマンションだったり家だったりで、やっぱ農業をやる環境という中ではどうしても都市農業ということで大変ですけど、やりがいはありますよね。エコファーマーも取ってますし、このブランド小松菜という看板を背負っている以上、中途半端なものは作れないですし、やっぱりプライド持って一束一束新鮮な小松菜を消費者の方たちに届けられるように日々頑張っています。現在14件の生産者で結成する JA 千葉統括西船橋刃物共犯組合では、平成19年から安全安心で美味しい船橋ブランド小松菜を生産しています。本来冬に旬を迎える小松菜は、季節により品種をうまく使い分けることで年間を通して安定的に生産することができます。安全安心な小松菜を作るために、虫に小松菜がやられないようにするのに、薬を極力減らすためにハウスの周りにもこうやって防虫ネット張ったりとか、なおかつ化学肥料もなるべく使わないように、減農薬減化学肥料こだわって安全な小松菜を作ると、そこにこだわり持ってます、ね、石井さんをはじめとした若手小松菜生産者9人で結成されたチームウグイス。収穫体験や小学校での食育授業、メンバー同士が生産技術を磨き合う勉強会など、船橋ブランド小松菜の普及活動を積極的に行っています。こういう人たちが小松菜を作ってるんだよって知ってもらうこと、食育授業をやることでお子さんがやっぱり親御さんに、今日こういう授業でこういう農家の人たちが小松菜の話したんだよみたいな、そういうなんか子供から親御さんに伝わるって結構大事じゃないですか。そういうのも食育授業の成果の一つじゃないですかね。
収穫後は洗浄から箱詰めまで速やかに行い、翌日には店頭へ並ぶように出荷します。鮮度や美味しさが保つように根がついた状態で1日平均およそ300束、多い時で900束を出荷しています。普通に小松菜作るだけなら他の小松菜農家さんもまあいっぱいいらっしゃるので、その中でもこのブランドで他に負けないブランド力をつけて付加価値ってものをつけて僕ら生産しているんで、どうしても納得しないものはやっぱり弾きますし、納得のいくものだけ収穫して皆さんの元へ送り届けています。農産物直売所船っ子畑にも石井さんが丹精込めて育てた小松菜が並んでいます。はい、これが僕作った小松菜です。はい、ありがとうございます。はい、ぜひご賞味ください。愛がいっぱい、はい、愛情いっぱいです。愛情いっぱい、はい、じゃあ2つないと。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。すごくいいですよ、鮮度が良くて。でなんか本当にあの生産者の人の顔を感じて、うん、安心して食べられます。船っ子畑では5月27日の小松菜の日に合わせて今月28日小松菜祭りを開催します。当日は小松菜の即売のほか、協力店舗による小松菜料理の数々がお楽しみいただけます。また小松菜の日に合わせて25、26日は小松ナウ2017が開催されます。チームウグイスの企画で開催されるこの催しは、船橋駅と西船橋駅周辺にある飲食店が腕によりをかけた小松菜料理を提供するイベント。今年は58店舗が参加し、自慢の小松菜料理を用意して皆様のご来店をお待ちしています。石井さんの小松菜を使って小松菜う2017に参加するのは、西船橋駅北口から徒歩1分の場所にある十屋。小松菜本来の味が楽しめる料理を提供します。お店一押しの西船小松菜焼きそば、具材はもちろん麺にも小松菜が練り込まれているという一品です。これは茎から葉までをふんだんに使った小松菜ホットサラダ。新鮮な小松菜ならではの美味しさとシャキシャキとした食感が楽しめます。今や西船橋の名物となった小松菜ハイボール、幅広い世代に愛されている新感覚のお酒です。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ飲みやすいですね、やっぱりあの小松菜感があの、まあ、多分苦手な人も飲めちゃうような。西船さんの小松菜を使った料理をご用意してますので、皆さんのお越しお待ちしております。我々が作る小松菜をぜひ食べてください。2日間小松菜料理をいっぱい食べて、船橋を小松菜色に染め上げましょう。よろしくお願いします。小松菜はビタミンやカルシウムなどを多く含む栄養価の高い野菜です。この機会にぜひ船橋自慢の小松菜を使った料理の数々をお楽しみください。また来月3日土曜日午前11時から東武船橋駅コンコースを会場に、市内で生産された新鮮な農産物の即売会を開催します。本日紹介した枝豆、小松菜はもちろん、さまざまな地元野菜や鶏卵、花などが並びますので、ぜひご来場ください。それでは今週はこの辺で失礼します。